こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、マージ前に行きそうです。キャッスルスピード、それに続いています。さらにはオリエンタルマック、4番ベルタマンド、その後ろ後方に控えたのがヘルスジャイアント。では前の方から先手を取ったのはオリエンタルマック、その隣にセルカール大位置をキープしています。豪快帝王、青の帽子サウンドボイス、その後ろすぐ隣にシュガフレア、マージすぐ後ろ、内からはキャッスルスピード、その外からサガネカ並んで、4番ベルタマンド、ダイナマイトビューティー、この馬もこのグループ、内からはギンランドビナクル、さらにはエンバイロンメントフレンド、赤の帽子バトルプレジデント、その後ろ最高峰にヘルスジャイアント。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。では前の方から先手を取ったのはセルカール、サウンドボイス、この馬もこのグループ、すぐ隣にシュガフレア、大位置をキープしています。豪快帝王、オレンジの帽子オリエンタルマック、その後ろマージ、そのうちに続いています。並んで1番キャッスルスピード、その外からナヒル、その後ろにサガネカ、並んで4番ベルタマンド、すぐ後ろにダイナマイトビューティー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として9番セルカーク、オリエンタルマック、ほとんど差がありません。さあ東海帝王逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭は東海帝王、突き放しにかかります。2番手はオリエンタルマック、あと 200m、 東海帝王先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はギンランドピナクル、東海帝王独走、東海帝王ぶっちぎりです。東海帝王1着、2着はエンバイロンメントフレンド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。